さんこんにちは、うつ主の里です。よ、みんな、かなめだ。今回この男二人とゲストを交えてゲーム実況をしていきたいと思います。俺は別にいいんだが、本当にいいのか？男二人の実況もきっと需要あるさ。俺も忘れるなよ、イケメン二人。お、重い。今回のゲストはこの俺、パトパトグループの主、主だ。今回のこのゲーム、東方キャノンボールの実況を提案したのは、何を隠そう、俺なんだからな。それで今回は何が目的なんだ？今ピックアップされているガチャで、ぜひ当てたいキャラがいる。立ち話もなんだ、早速始めよう。このパチュリー可愛いね。わかってるじゃないか。わかったぞ、主。今回のガチャでこのパチュリーってキャラを当てようとしてるな。ふん、物分かりのいいガキは嫌いだよ。なんでだよ。冗談だ、実はその通り、今回の狙いは10月25日までのイベントガチャ。秋の儀式と魔女狩猟、イベントでピックアップされているパチュリーの星5を当てる。当てるって、今回何回ガチャするのさ。今回はちゃんと課金して準備した。今回は15回ガチャを引く。金の無駄遣い。運営に貢献していると言え。まあ、今回可愛い子しかいないわけだ。わかるな。なるほど、だから今回は男だけなんだね。ふん、そこの配慮だけはさすがだぜ。せやろせやろ、可愛い女の子。たちをめでるのは紳士のたしなみだろう。よし、なら早速ガチャを引いていこうじゃないか。お前、後でバレても知らないぞ。かなめ、僕だって男だ、可愛い子たちを見たい。真顔でよな。さて、早速引いていこうか。それにしても主、今回何円課金したんだ？ 5000 円。新作ゲームソフト買えるじゃねえか。うわぁ、演出が綺麗だね。おい、あと、せっかくイケメンになったんだから喋り方もっとかっこよくしろよ。確かに見た目とのギャップがあるな。わかった、じゃあちょっと意識して喋ろう。そ、星さんだ。青が星さんなのか。ああ、青が星3、金色が星4、紫が星5だ。お、ヨウムも可愛くデザインされてるね、な。まだ時間かかりそうだな。とりあえずこのままどんどん引いていこうぜ。ダメだ。また青だ。こっちも青だ。全部青だ。へ、誰だ、日頃の行いが悪い奴は。うん、なさすぎるだろ。何が圧巻でだ。イラスト名に切れるな。ここまで激沈だったね。大丈夫。ここからが本番。この10連にかけるしかないな。パチュリー。来てくれ。俺はお前を、愛してるんだ。パチュリーって確か100歳超えてなかったか。やめろ、それは禁句だ。と、とりあえず聞こうよ。神様はきっと見てるよ。見たか？パチュリーの確率、0.25 だってよ。諦めるのか？いや、むしろ燃える。さあ、運命の10連開始だ。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。まあ、あとは運に任せようぜ。あ、やばい、ここの時点で金色だー。そこは段取りと一緒なのか。先に分かってしまうのは逆に辛いよね。この際星4のパチュリーでもいい。てくれ。そうだな、せめて少しでも報われてほしいな。最初は青だね。まだ始まったばかりだ、焦る時間じゃない。あと9回だな。おう、金色だよ。せめてキャラが来てくれ。ハロー。あ、アリス、なんか呼ばれたから出てきたわ。アリスの星4が当たったな。大切に使ってねー。次はきっとパチュリーだ。残念、違うかったね。あと7回か。ちょっと余裕がなくなってるな。また青かよ。また呼ばれたわ。また来たんだね。すまんな、2回も。ねえ、あと半分だよ。大丈夫さ、うん大丈夫。ああ、お願い出してくれー。内心かなり焦ってるな。でもまた金だよ。おう、しかも持ってないキャラだ。嬉しい、だが違うんだ、俺は星5とチリが欲しいんだよ。と言ってもあと3回だがな。なんで青なんだよー。本当に日頃の行いが悪いんだろうね。お、また金だ。お嬢様の弱点。もうこれ4枚持ってる。かぶりすぎはロタ。あー、パチュリーでも星さーん。なんか主が私に会いたがってるから言ってやれってアリスに言われたけど。ごめんよ、当てれなかった。いいわよ、星さんでもリーダーにしてくれてるんですもの。5000円。お金で泣いてたの、慰めて損したわ。とりあえず主の目的が終わったということで、僕たちがキャノンボールを知らない人たちのために、一回ゲームしてみるね。キャノンボールは言ったら、ボードゲームだ。だから実力も必要だが、運も必要だ。実際に実力差があってもサイコロの運が悪かったり、イベントに引っかかったりなどの要素があるから、実力者は最初から油断できないし、
逆に初心者でも上級者を倒せる可能性があるゲームなんだ。今回はイベントクエストをやってみるね。今回はこのパーティーで行きます。チルの星5限界突破プラス2だと。周りの人ってかなりやり込んでるよね。あと、このゲームは星3キャラでも星5まで育てることができるんだ。ならわざわざ課金せずに地道にパチュリーを育てていればよかったのに。ガチャの魅力だよね。今回はシンボルを2つ先に獲得したら勝ちってルールだね。他にもルールがあるのか。僕が知ってるのは CD ポイントを一定数まで先に集めたら勝ちってルールと、一定数のエネミーを先に撃破したら勝ちっていうルールくらいかな。なるほど、ステージごとにクリア条件は変わるんだな。今回は紹介ということでバトル風景を見てもらおうと思います。リアルだと絶対に飛ばすよな。2回目以降は時間短縮できるからいいよね。お、相手はアリスみたいだね。あとはどうするんだ。あとは開始を押せば自動で戦闘を行ってくれるよ。僕たちは勝つことを願って見守るしかないね。ここで勝てないなら相性を考えたりレベル上げして再チャレンジだな。やっぱり修行は大事だよね。なんかオラワクワクすっぞ。もう終わったぜ。え、もう終わったの。エネミーを倒せば大量の CD が手に入るから積極的に挑んでいきたいよね。連戦でも勝てる肉体をだな。今回くらいなら連戦でも楽勝なんだけどね。とりあえず、CD も大量にあるからここのシンボルを買い取るね。なんだ、イベントか。なんか、嫌な予感がする BGM だね。見たことないキャラだな。東方キャラって本当いっぱいいるから。夢を操るのか。寝てないと意味がなさそうな能力だね。でも逆に寝てる間は最強だな。誰か、ポケモンの催眠術とか眠りごな使える人呼んできてあげて。おい、ルーレットの運気が悪くなっただろう。もともとない運がまた悪くされたよ。それでこうやって CD とシンボルを稼いでいくよ。3ターン目に入ったね。2ターン目はどうしたんだ。何も起こらなかったから、察してよ。うまい。今回はちゃんと次のシンボルに止まれたね。ここでの勝負もいただきました。これでとりあえずシンボルは溜まったな。あとはゴール地点が出現するから、そこに行けばクリアだよ。まだ終わらないんだな。最後の最後まで油断できないよね。よし、ゴールするぞ。待て、9ターン目ってどういうことだ。全然数字が出なかったんだよ。察してよ。察してるよ、でも言わざるを得ないだろ。CD だって6000以上溜まってるじゃないか。クリア報酬が楽しみだね。確かに。やった、やっとクリアだ。運要素を垣間見たな。どんなにダントツで流行ってもサイコロの運が悪かったらゴールできないという。でもそこに逆転要素があると思うと初心者でも楽しめるでしょ。上級者が怒らないといいんだがな。うっは、9000も集めたのかよ。ガッポガッポだね。よし、イベントポイントも結構貯まったね。今このイベントポイントを貯めると景品と交換できるからぜひみんなも貯めてくれよな。はい、ということで今回はガチャ実況とキャノンボールの紹介でした。初めて見たいと思ったらぜひ始めてみてくれ。今回はただの紹介だったから企業案件みたいな内容になっちゃったね。まあでも、最初のゲームってこんなもんだろ。それに俺たちはあんまりゲーム実況しないんだからこれくらいでちょうどいいさ。そうだね。それでは今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。